皆さんこんにちは水墨絵師の松木牧前ですいつも見てくださってありがとうございますさあ水墨画のマニアックな技法の時間がやってまいりましたまあ、技法というかね今回も天宝をやっていきたいと思いますはいで新しい天宝を皆様と一緒に習得していきたいと思うんですが、えー、まあ山水風景画をね描く上でその第一歩としましてこの木々 樹木ですね、こちらを、えー、いろんなレパートリー描けるようになっていくっていうのが目的なんですけれども、はいえー、その、えー、木々を描く上でこの天方「天宝」お筆でね点を集めて描くこの方法には名前がついていて、えー、それをですねご紹介させていただいてます。でその天方に、えー、幹とか枝とかか枝をこう広げていって、い、えっ、ーまあ 樹木の形にしていくこれを天用と言いますねはい。で、今回はその、えー、天宝の中でも円筒天こちらに注目して今日は皆さんと一緒に、えー、習得していきたいと思っていますよろしくお願いいたしますはい。ではやっていきましょう紙はですね今日もマシ使っていきますはい。ツルツルの面に描いていきましょう えー、墨はですね河川の製木木液を使いますはい、すでにね梅皿パレットに入れておりますお筆はつけたて筆作業筆使っていきましょう ご参考にしていいたただけるとありがたいです、えー。水墨画の紙、水墨紙について、そして水墨画道具意識の、えー、揃え方の詳細とか、必要なアイテムとかにつきましては、過去動画に一度上げておりますので、そちらね、お手数ですが、遡っていただいて、えー、合わせてみていただけるとあの幸いでございます。はい、じゃあ、どんなものかやっていきましょう。お筆よく洗いまました。毛先にね、墨をちょっととだけつけつきます。 でまたねパレットでこうコロコロパレットにお筆を押し当ててコロコロさせます。はい でこれ何やってるかというと彫刻はね水墨画を描く上で大切なことなんですけれども、あのーまあ、詳細につきましては描く動画にね上げておりますのでお手数ではございますが遡っていただいてそちらの彫刻の回ね合わせて見ていただけるとより理解が深まると思います。簡単に申し上げるとねお筆の中に含ませる墨の量とか あと、墨のつける位置配置とかで表現が変わってくるんですね。で、それを整えるのが彫刻です。で、今から三木法という方法で描いていきたいので、三木法をね。作る上で、このパレットにね。お筆を押し上げて、コロコロするのがあの簡単にね。作る方法かなと思って、皆様にあのお勧すすめさせていただいている方法になります。 よかったら試してみてみくださいでもちろんね基本的な作り方ありますのでそちらの方がやりやすいという場合にはねあの基本的なやり方単木、えー、中木農木の3種類の濃さを作っておいてそれをじゅんぐりお筆に含ませるという方法ねこちらをやってくださいねやりやすい方でいいですからねはいでは円筒点やっていきますね。はい、お筆をねこう横に倒してあのリズムよくこの 先だけを使ってね、点々と置いていきます。こんな感じ。はい。炎陶点 <laughs> もうできちゃった <laughs>。ちょっとやっぱりこんもり、あのー、で山形にこう、こんもりとね、あのー、水分ちょっと多めに描くのが、この円筒点のポイントではありますね。まあ、トントンとこうね、素早く叩きつける。 そういう点っていう感じ、真っ黒で表現するで薄締めのところも使って表現するっていう使い方もあるし、もう真っ黒だけでするみたいなね、えー、まあ、バリエーションというか使い分けはあの用途によってあの表現したいね木々によって変えていくといいかと思います。点用にするときにはまず枝から描いていきましょうね。はい、枝なのでこうパキッとね。 の硬い感じで描きたいので墨はね濃い墨毛先につけますね、はい。じゃあ枝やっていきます。まあ、ご自身がね思っている枝っぷりを、まあ、描いておく。こんな感じ。まあ、とりあえずとりあえず <laughs> こんな感じで描いておきますね。はい、で枝のところを描いてからまたいきますよ。毛先に につけました。コロコロしておきます。はい。で、リズム、リズムよく。点点点と。置いていきますね。こ ちょっと枝を足しちゃいます。 はいえー、出来上がりました、えー、円筒点を使った、えー、天用ですね、えー、木々の描き方がこちらになります、えー、皆さんよかったら、えー、挑戦してみてくださいまたねこれで、えー、山水風景画への第一歩はいあのー 着実に皆さん一緒にね、進んでいっていますのでね、えー、習得していただいて、描ける表現を増やしていきましょう。オンラインレッスンについてね、ちょこちょことおしゃべりさせていただいてたんですけれども、あのー、とってもたくさんの方にあの高評価、いいねをいただいているので、あのー、興味おありの方が、 多いということなのかなというふうに捉えております。はい、引き続きあのご興味ある方はあのいいねの高評のボタンとそしてコメントの方を残していただければと思います。今日も見てくださいましてありがとうございました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ま次木前でした。